Amén. Amén, Valeria. Kumbaba, Kumbaba. Amén. Valeria, Kumbaba.9月15日、ね。9月。あ、犬さん、ハレリア、アメン。アクエさん、ハレリア、アメン。こんばんは。こんばんは。ごはんとくさん、ラピスさん。こんばんは。皆さん、こんばんは。ハレリア。まあ、今までですね、シミタのエルルの29日の、その大暴落があるかもしれないという話をしてきました。で、エルルは、まあ、日本で言えば日曜日だったんですけど、まあ、アメリカで言えば昨日だったんですね。はい、そう。それで、アメリカのですね、まあ、株式の月曜日が今日に当たります。でも今のところ、ね、暴落の、ニュースは来ておりません。まあ、そういう意味では、エルルの29日に大暴落がなかったということになるでしょう。今、アメリカでは、何時だかな。昨日の、日本時間で言えば昨日の夕方4時ぐらいになります。4時か5時になる。ということは、今のところは暴落は、まあ、外れてることになるでしょう。まあ、そういう意味で、ね、私はもう、もちろんそのラビ・ジョナサンの説、ね、そういうエルルの29日に大暴落があるという説、まあ、それを紹介したわけですけど、まあ、それは、まあ、これから起きるかどうかちょっと分かりません。これから大暴落があるのかもしれません。それはちょっと分かりませんね。どっちにしても、エルルの29日にはなかったというふうに、もう、ね、決めてもいいんじゃないかと思うので、まあ、そういう意味では、皆さんに、その、当たっていない説と言いましょうか。当たらなかった説を、まあ、紹介したということで申し訳ありませんでしたね。私自身、まあ、それは過去のデータを見て、過去にそういうエルルの29日に大暴落があったということで、可能性があるんじゃないかと思っておりましたけど、実際は今のところは起きていません。そういうわけで申し訳ありませんでした。皆さんにですね、そのエルルの29日はなかったということで、まあ、お詫びをします。お詫びをします。申し訳ありません。そうですね。じゃあなぜなかったかということは、ちょっと今のところは理由は分かりません。それは、過去にはそういうことがあっても、まあ、今回はなかったということで、まあ、理由があるのかもしれません。ちょっと分かりませんけど、まあ、また少し、ね、様子を見る必要があるかもしれません。これからどうなるかちょっとまだ様子を見なきゃいけませんが、少なくとも火曜日、アメリカの月曜日ということでしょうか。アメリカの月曜日の株式市場では、暴落がなかったと言えるではないでしょうか。申し訳がなかったですね。はい。でも皆さん、ぜひ分かってほしいのはですね、そのラビ・ジョナサンの、まあ、説は、説は、まあ、間違っていたとは言えないかもしれませんが、その推測は当たらなかったとは言えますが、まあ、だからといって皆さん、そのリバイバルが起きないとか、ヨベルの年にその祝福がないというのはまた別な問題ですので、そこのとこはちょっと、勘違いしないでくださいね。リバイバルは信じます。ヨベルの年も信じます。ぜひ皆さん、まあ、そのことは、もちろん、まあ、考えてみればですね、大暴落起きない方がいいわけですから、
まあ、大暴落がなかったということで、大暴落した方がいいということではありませんね。大暴落ない方がいいと思います。まあそういうわけで、大暴落がなかったということに関しては良かったと思いましょう。ポジティブにイエス様のために信仰を続けます。ボーゲンさん、アメン。まあ、とにかく、その説が、当たってなかったとしても、説が当たってなかったとしても、信仰は信仰です、ね、私たちは、まあ、昨日から始まったヨベルの年は喜ぶべきです。ロシハシャナは喜ぶべきですね。ぜひ皆さん、ますますヨベルの年ね、それは喜ぶべきです。まあ、今日の朝もですね、そのあなたの束縛は何ですかということの中でね、いろんな束縛がありました。いろんな束縛がありました。私たちはいろんな束縛から解放されるべきです。皆さん、今年は本当に解放の年と信じます、ね。解放の年と信じます。先ほどですね、あのツイキャスの方でね、あの知りたいっていう方がいらっしゃって、その方のところに行ってイエス様を述べ伝えました、ね。その方は、イエス様を信じることができました。皆さん、何か最近はですね、本当に人が救われやすい、ね、人が救われやすいような感じがするします。人が救われやすい、それはまさにその、リバイバルの兆候ではないでしょうか。リバイバルが近いから、私もイエス様に命を救われました。ユーバーさん、ユーバーさん、私もイエス様に救われました。はい、皆様リバイバルに期待しましょう。ぜひ皆さん、私たちは、希望があります。希望があります。ぜひ皆さん、その、リバイバルという希望は、しっかり持つべきです。今からですね、今から4年前でしょうか、5年前でしょうか、今から5年前に偽予言、偽予言というのがありました。それは全く偽予言なんですけど、それはリバイバルの予言だったんですね。でそれも、その日にちがありまして、その日にちに、まあ、リバイバルが起きなかったんですけど、でも皆さん、その時はですね、リバイバルということに関してはもちろん、信じていました、ね。その偽予言に関しては偽でしたけれども、偽予言があったとしてもリバイバルを疑ったことはありません、ね。ですから皆さん、私たちは、リバイバルという希望、ね、そして聖書の予言ということに関しては、はっきりと信じなければならないでしょう。まあ、今回のことが、予言というふうには捉えていませんでしたから、一つの、推測、ね、一つの予測ということで見てきましたから、はい。ですから、一応ですね、それを、まあ、なんていうんでしょう、発表した責任がありますので、ね、シミタの
意見を一応発表したということにおいては一応、お騒がせしたということで申し訳ありませんでしたね。はい、まあそういうわけで、と同時に、皆さんにさらに、リバイバルを期待してほしいと思います、ね。リバイバルを期待してほしいと思います。アメン、アメン。ニコ生リバイバル来てほしいです。アメン。はい、BGM 素敵です。はい。あ、それで皆さん実はですね、ギャザリングを昨日紹介しましたけど、今日良かったですよね皆さん。で、ギャザリングって、ね、今あれですね、シンガポールでやってるんですけど、今日はねちょっと1時間遅れて8時半から始まりますね。ですからまあ両方見ていただけてもいいと思うんですけど、ギャザリングがあります。ね、今日は8時半ですね。で、私のコミにもそのギャザリングについて書いてありますので、8時半ぐらいになったら始まりますので、ぜひギャザリングを見てほしいと思います。とても素晴らしいです。まあ、香港の時もギャザリングも素晴らしかったですけど、今回のギャザリングも素晴らしいですね。じゃあ皆さん、ちょっとギャザリング見た人のちょっと明かしタイム行きますよ。感想明かしタイム。はい、皆さん、ちょっと英語と中国語だったんですけど、ギャザリングを見た感想明かしタイムスタート。ギャザリングを見た感想明かしタイムスタート、スタート。英語と中国を勉強しようと思った。リバイバルを信じています。ハイドさん、私も踊りに参加し賛美したいと思いました。感動し涙が出ました。乗るしかないこのギャザリングウェーブ、リバイバルはもうすぐそこだと思いました。参加者の熱意が伝わってきました。ギャザリングは世界を救う光です。重荷を捨てることができました。ギャザリングで人生の道しるべを知り涙が溢れました。楽しい気持ちになれた。この世の辛さを忘れることができました。感動で止めどなく溢れ出す涙を止めることができませんでした。毎日やってほしいと思いました。ギャザリングをニコ生配信してほしい。イエス様の愛が優しすぎて泣いています。国が違ってもイエス様を賛美する気持ちは一緒だと思いました。ボアゲさん、ありがとうございました。ギャザリングを見て参加したいと思いました。
ギャザリングに参加して日本で開催すればいいじゃないかと。日本でもまたやると思います、5月に神戸でありましたよね。またですね、日本でもやると思います。イエス様を思うと涙が止まりません。ギャザリングというのはもうちょっと入りましょう、今日は8時半からやりますので、皆さん一応これで知っといてください。8時半からギャザリングの集会があります。毎晩夢の中でイエス様の姿が見えます。私もギャザリングに行きたいと思った。何度も言うよ、ギャザリング最高。今日8時半からありますからね、後で見てくださいね。8時半から明日は7時半だと思います。明日の朝昼もありますね。朝昼テンペストの頃からギャザリングやってます。テンペストって何でしょうか。ギャンブルやってもいいの？いや、ギャンブルはしないでください。私は今イエス様のギャザリングだけど、この放送を見ながら両手を上げて揺れています。これは新幹線、新幹線。ギャザリングは素晴らしいと思いました。ギャザリングを見て信仰心を深めました。ですね、BGM 貼りましょうか。これ BGM ですね。ギャザリングを見てると自分も自然に踊ってました。ギャザリングも日本でもやってほしい。はい、もうすぐやりますよ、日本でも。まあ来年あるかどうかちょっとはっきり覚えてませんが、近々日本でもやるでしょう。ギャザリングに参加して旅に出たいです。
妻に11年間叩かれる毎日だった。祈ったら穏やかになった。アメン。競馬はですね、やはり良くないですね。競馬はよくありません。ツイキャスの方あまりコメント読めなくて申し訳ありません。ツイキャスの方はですね、ニコ生ばっかり読んで申し訳ありませんね。仏教で苦しみ自慢、キリスト教で喜び自慢。はい、ありがとうございました。ギャザリングね、あと1日ありますね。今晩と明日朝昼晩があります。ぜひ皆さん、まあ、英語と中国語なんですけど、あの歌とか踊りの部分はですね、まあ、言葉がなくても分かります。ぜひ皆さん、今晩は8時半明日は朝10時半昼3時、昨日2時って言っちゃったかもしれません、ごめんなさいね。午後は3時、そして明日の夜は7時半。ぜひ皆さん、まだ1日ギャザリングがありますので、ぜひ、ギャザリングを見てください。アメン。本当にそのイエス・キリストにある喜び、イエス・キリストにある解放、それは本当に素晴らしいですね。素晴らしいです。ぜひ皆さん、ギャザリングを見てですね、イエス・キリストにある解放、イエス・キリストにある一致、イエス・キリストにあるこう家族感というか、その家族感がとても大事なんですね。その そうですね、はい、もう一度ちょっとですね、その大暴落のことをちょっと説明しますけど、今日はですねアメリカの月曜日の夕方ということで、今のところ大暴落がありません。大暴落がないということ自体は良かったと思いますね。大暴落は望んでいたわけではありません。ただシュミタのエルルの29日に大暴落があるかもしれないという説を紹介しました。皆さん、そういう意味ではですね、その推測が当たらなかったことを、まあ皆さんにそのような、推測が当たらない推測をしたことはお詫びしますね。その紹介したことはお詫びします。まあその当たるかもしれない、当たらないかもしれないという形で紹介したつもりですけれど、まあ、とりあえず、当たらなかったことは、まあ、どうして当たらなかったか、まあ、それはちょっと分かりません。また、後日またそのことを考えたいと思っておりますけど、まあ、なかったこと自体はいいことだったと思いますけど。キューちゃん、僕はリスナーを代表して許します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、しかしですね、そのシミタのエルルの29日に大暴落があるということは確かに外れたと思いますけれども、しかしそれとは別に、リバイバルが起きる、ね、ヨベルの年の解放の年が来たということは、これは、信じます、ね、
信じます。ぜひ皆さん、ヨベルの年が、昨日からヨベルの年が始まったということはカレンダーですから、それは、その解放の年、ヨベルの年は喜びましょう、ね、ヨベルの年は喜びましょう。そして日本のリバイバルを信じましょう、日本のリバイバルを信じるのです。はい、それではですね、あ、まだちょっと時間ありますね、今日もですね、まあ、今日はもう3日目になるんですけどね、今日6時過ぎてますから、リバイバルを信じて祈ります。菊池さん、リバイバルを、信じて祈ります。アメン、アメン。今日は、そういうわけで新年の3日目になりますね。日本で言えば1月3日ということですけど、6時から3日目に入りました。まあ、お正月では、あのイスラエルではお正月は2日間お祝いするそうですけど、まあ、日本で言えば三が日ですから、3日目ですけど、ね、まあ、毎晩吹いてますけど、今週は特に体調がいいです。アメン。今週は特に体調がいいです。アメン。今週は特に体調がいい。アメン。それでは、何日の上、やはり、ロシア社の3日目ですけど、ね、解放の年、ヨベルの年、ヨベルの年つのべ、ヨベルの年つのべ、皆さん、解放が来ました。解放が来ました。皆さん、イエス・キリストに会って解放されましょう。ね、イエス・キリストに会って解放されましょう、ね、私たちは解放されなければなりません。私たちはすべての人が、すべての人がイエス様によって解放されなければなりません。解放つのべ、解放つのべ。皆さん、私たちは、解放されなければなりません。解放されなければなりません。皆さん、私たちは解放されなければならないのです。イエス・キリストにあって自由、イエス・キリストにあって自由。今日の角部は一段と力強かったです。アメン。皆さん、涙が溢れて止まりません。ラピスさん、皆さん、十字架の救い、十字架の解放、すべての人が解放される必要があります。すべての人が解放される必要があります。悪魔から解放されます。もう泣くことはないのです。もう恐れることはないのです。もう心配することはないのです。皆さん、イエス様がおられるのです。イエス・キリストがおられるのです。イエス様が救いに来てくださったのです。奴隷から解放されました。皆さん、多くの人はお金の奴隷であり、
欲望の奴隷であり、その悪魔の奴隷なんです。多くの人は悪魔によって虐げられ、お金に縛られ、欲望に縛られているのです。しかしそこにイエス様が来てくれました。イエス様が来てくれました。皆さんを救うためなんです。皆さんを救うために天から来てくださったのです。天から来てくださったのです。皆さんを救いに来られたのです。皆さん喜びましょう、喜びましょう。喜びましょう。アメン。イエス様、こんな地上に来てくれてありがとう。アメン。会津から応援しています、フグちゃん。アメン。そして皆さん、私たちが解放されたように、これからたくさんの人が解放されるんです。皆さん、これから悲しんでる人、泣いてる人、苦しんでる人が私たちと同じようにこれから解放されるのです。これから解放されるのです。もっと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 たくさんの人が解放されるのです。若者が解放されるんです。女性が解放されるのです。虐げられてる人たちが解放されるのです。皆さん、それがリバイバルです。それがリバイバルです。もう愛し合うことができないで憎み合っていた人たちが、喧嘩していた人たちが許し合って愛し合って愛し合う世界が来るのです。愛し合う世界が来るのです。多くの人たちが、争っている憎み合っている世界に神の愛のお方が来られたのです。神の愛のお方が来られたのです。イエスキリストにあって救われるのです。イエスキリストにあって救われるのです。皆さん、それは、もうすぐ明かしタイムをします。その明かしタイムで本当に、救われるんだ、解放されるんだ、変えられるんだ、まだその解放を体験してない人がいるならば、今日から体験することができます。今日から体験することができます。はい、ぜひ皆さん、私たちがこのように証しすることによって、このように、集まることによって、皆さんが御言葉を聞いてくださることによって、そのリバイバルが広がっていくと思います。キューちゃん、僕は解放を7年前に体験できました。アメン。菊池さん、アメン、アメン。私たちはこのようにイエス様を告白し続けます。イエス様を告白します。イエスキリストを証しします。私たちは御言葉を語ります。それは御言葉に力があり、十字架が人を救うからです。私たちは十字架によって救われました。十字架のイエスキリストの、証によって、十字架の、生贄によって、十字架の犠牲によって私たちは救われたんです。私たちは十字架によって、救われました。これからもっともっとたくさんの人が、もっともっとたくさんの人が圧倒的な
圧倒的にたくさんの人が救われていくと信じます。信じます。それでは皆さん、証ししてください。神の兵士として命を捧げます。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、解放された、解放された、自由になった証。悪いことから解放された。苦しみから解放された。憎しみから解放された証。憂いから解放された証。呪いから解放された証。スタート。キューちゃんを許そうと思いました。ありがとうございます。鬱が消えたんです。本当です。鬱が消えたんです。本当です。わお。鬱が消えた。女性を性的な目で見なくなった。悪コメをやめることができた。劣等感から解放されました。統合失調症が治りました。信仰で全てが変わった。ギャザリングとロシュワハシャナでウキウキ。許す心を持てました。皆さん、ニートを恥じないで誇ってください。リバイバルは必ず起きると思いました。末期がんが治った奇跡です。安保法案大反対。ヨスさんの足が癒されますように。ニート万歳。ニートこそがイエス様に仕える道です。ニートだが自信を持てた。アメン。あ、始まりましたね。皆さん、始まりました。ギャザリングが始まりました。ニート地震。売春やめれました。アメン。売春やめれました。仕事から解放されました。フグちゃん、ギャザリングに負けない賛美コメント打ちたい。悪コメをしてしまいましたが、キューちゃん許してくれますか？許しますよ。許します。悪コメ許します。ポジティブになりました。ちょちょいのちょい人生。まずニートから救うべきだと思いました。ギャザリングと同時に賛美ができて嬉しいです。人生のすべてをイエス様のために。アメン。
ニートですが生きてもいいのでしょうか。もちろんです、もちろんです、もちろんです。聖書を読んで教養を高めたい、足が不自由な自分が歩けました、アメン。キューちゃんのコミュニティに入ろうと思いました。この放送には不思議な力、魅力があると思います。僕はニートですがイエス様に養ってもらってます。菊池さん、アメン、アメン。DV 夫の暴力に耐えられるようになった。この放送に救われた。イエス様に早く会いたいです。ニートだけどめちゃくちゃ楽しいです。天国の喜びを知りたいです。この放送はニコ生の希望だと思います。病弱の娘の病気が治りそうです、アメン、アメン。油すぎを受けて涙が出ました。イエス様にこの身を捧げます。イエス様にこの身を捧げます。膝が良くなった。イエス様と私は人生二人三脚です。イエス様と二人三脚、イエス様と二人三脚。イエス様は全ての人の味方です。イエス様は全ての人の味方です。イエス様は全ての人の味方です。洗礼を受けたいと思った。ダンスとは神様を賛美するためにあると思いました。ダンスも歌も、ダンスも歌もイエス様を賛美するためにあるのです。イエス様を賛美するためにあるのです。ニートを責める親を許せました。売春で二度捕まった私も救われました、アメン、アメン。どもりが良くなった、アメン。ハゲで悩んでいたけど悩み無用です、アメン。この放送に出会えて本当に良かった。よくわからないけど僕は許すよ、アメン。生きる勇気が湧きました。生きる勇気は湧きました、アメン、アメン。イエス様を知る喜びをもっともっと広めたいです、フグちゃん。生きるのが辛いです。大丈夫です。イエス様がいれば大丈夫です。イエス様がいるから大丈夫です。
イエス様がいるから大丈夫です。泥沼人生から救われました。アメン。アメン。この放送のおかげで病気が吹っ飛びました。神様の存在を確信しました。神の愛で安らぎを感じる毎日です。神様の存在を感じるようになりました。イエス様を信じたらタバコをやめますか?やめれますよ。天のお父様の深い愛に感謝します。最近ヨスさんの悪口が減りました。ありがとうございます。アメン。僕は信仰でタバコをやめれました。菊池さん。この放送に来たのも偶然ではありません。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。ありがとうございました。アメン。アメン。はい、ありがとうございました。アメン。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。私は売春をやめたことを本当に感謝します。よかったですね、売春をやめれて本当によかったと思います。はい、ファイナルメッセージです。ファイナルメッセージです。はい、今日もツイキャスでやっております。ツイキャスのリスナーさん、ごめんなさいね。あまりその読むことができなくて本当に申し訳ありません。ニコ生ちょっと中心でやってて、ね、ツイキャスの方はちょっと読めなくて本当に申し訳ありません。ファイナルメッセージです。皆さん、人生で、ね、何が大事なんですか。人生で何が大事なんですか。解放されることが大事なんです。生きる意味を知ることが大事なんです。多くの人は、その縛られていて、そして生きる意味がわからないで苦しんでいるのです。苦しんでいる理由がわからないまま苦しんでいると言ったらいいでしょうか。なんで苦しいかもわからない。さっき話しましたけど、死にたいという思ってる方がいました。その人はなぜ死にたいかがわからないんですね。なぜ死にたいかがわからない。私はこう言いました、イエス様をイエス様を思っていないと苦しいんだよ。イエス様を思ってないと死にたくなるんだよという話をしました。イエス様がそばにいるなら死にたい気持ちがなくなるのです。イエス様を信じると、生きる力が与えられるんです。皆さん、人生の秘訣はイエス様なんです。人生の秘訣がイエス様です。イエスキリスト受け入れると、
そこに奇跡が起きるのです。イエス・キリストを知らないということ、イエス様を信じないと、そこには、その生きる力が失う、力を失ってしまうんです。そのことを皆さんが知ってほしいし、体験してほしい。もうさっきの証タイムの証はまさに体験している証だの証なんです。イエス様が必要であるということの証、イエス様によって解放されたという証、生きる意味が与えられたという証です。その証を体験している人が増えているんです。証を体験している人が増えています。そしてますますこの、救いが広まりつつあるのです。広まりつつあるのです。日本でイエス様を信じる人が増えているのです。増えているのです。ぜひ皆さん、皆さん自身が救われて、皆さん自身が救われて、そしてこの素晴らしい方を皆さんもっと述べ伝えてほしいのです。もっと述べ伝えてほしいのです。ぜひ皆さん、その、皆さんが、ね、その一緒に、私と一緒に伝道してほしいと思います。私と一緒に伝道して、そして、これから、ヨベルの年ですから伝道しやすいのです。イエス様が応援してくれるんです。イエス様が私たちの伝道を応援し、イエス様が私たちを通して救ってくれるのです。これから、日本の季節です。ヨベルの年です。ぜひ皆さん、救われた方々は心を一緒にして一緒に伝道しようではないでしょうか。私たちはイエス様に仕えるために救われたのです。イエス様に仕えるために救われたのです。私たちは生きる意味が分かったんです。生きる意味が分かったんです。イエス様のためだったんです。イエス様のために生きる作られたんです。イエス様のために救われたんです。イエス様のために救われたんです。皆さん、生きる意味が分かりました。菊池さん、生きる意味が分かりました。生きる意味が分かりました。もう、無意味に行きません。もう迷ったりしません。生きる意味が分かったんですから、生きる意味が分かったんですから、もう迷いません。迷いません。イエス・キリストに会って一筋に生きるのです。イエス様と共に迷いません。皆さん、人生迷ってはいけません。人生迷わないで、しっかりとイエス・キリストに会って歩もうではないでしょうか。そして今、皆さん、私たちはこれだけたくさんの兄弟姉妹がいるのです。同じ心の兄弟姉妹がいるのです。くっちゃね人生やめます。ラピスさん、アメン。もうくっちゃね人生やめます。ラピスさん、素晴らしい。そうです、もうくっちゃね人生は、それは無意味な人生です。それは意味がありません。それは、動物のような人生です。欲望の人生です。私たちはもっと素晴らしい生き方ができるんです。素晴らしい生き方ができるんです。皆さんが本当に素晴らしい価値のある意味のある生き方ができるんです。価値があって意味のある生き方ができるんです。喜びましょう、喜びましょう。本当の人生のが分かったんです。生き方が分かったんです。愛し合うことができるようになったんです。イエス様から命が流れているんです。イエス様から愛が流れているんです。
イエス様から恵みが流れているんです。皆さん、人生が分かったんです。人生が分かったんです。今までは悩んでいました。今までは苦しんでいました。もう私たちは悩むことはありません。心配することはありません。私たちは喜んでいいのです。罪が許されるのです。イエス・キリストにあって罪が許されるんです。もう人を責めることもしません。自分を責めることもしません。イエス・キリストにあって喜ぶのです。イエス・キリストにあって喜ぶのです。明日の心配しなくなりました。そして生きることは喜びなんです。生きることは喜びです。今日の放送を聞いて、今私が言ったようにイエス・キリストにあって救われたい人、イエス・キリストにあって解放されたい人、生きる意味を欲しい人、アメンと言ってください。生きる意味を知りたい人、アメン、アメン。生きる意味を知りたい人はアメン、アメン、アメン、アメン。天のお父様、感謝します。今アメンと言った方々が救われますように、イエス様の愛を受けますように、イエス様の愛を受けてその愛が流れますように、もう植え替えていた心がイエス様の愛によって満たされて解放されますように、解放されますように、イエス様の愛が癒しますように、傷ついた心が癒されますように、飢え渇いていた心が満たされますように、今注いでください。今十字架から愛を注いでください。今アーメンと言った方々に、そしてリスナーの方々に注がれますように、注がれますように、注がれますように、豊かに注がれて、生きる意味が分かりますように、生きる力が注がれますように、生きる力が注がれて、解放されますように、解放されますように、解放されますように。イエス様、感謝します。イエス様、感謝します。ニコ生が変わります。ツイキャスが変わります。日本が変わります。日本が変わります。イエス様によって変わります。イエス様によって救われます。たくさんの方が神に立ち返ります。たくさんの方が救われます。たくさんの方が癒されます。解放されます。解放されます。イエス様、感謝します。イエス様、感謝します。解放の年です。解放の年です。呼べるの年です。イエス様、イエス様、どうぞ日本に来てください。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 イエス様、日本に来てください。感謝します。感謝します。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン。大きな声でアーメン、大きな声でアーメン、アーメン、アーメン。皆さん、奇跡が起きます。皆さん、奇跡が起きます。皆さん、奇跡が起きますよ。はい。そしてギャザリングがですね、今もうやっておりますが、ぜひ皆さんギャザリングを見てください。ギャザリングやっております。すでにもやっておりますが、私が救われたのも奇跡ですね。はい。ギャザリングを見て、もっともっと天国を楽しんでください。神の国を楽しんでください。一緒に喜びましょう。救いを喜びましょう。一緒に喜びましょう。ありがとうございました。それではシャロン、シャローム。明日の朝、ツイキャス、ごめんなさい。明日